田村です。今日はですね、いろりあん喜楽、木そばっていうのかな、そばと武蔵野うどんってことで、いろりあん喜楽っていうのはもう都内にね何店舗もあるお店で、まあ駅そばですよね。日本レストラン系のやつですね。こうやって見て、値段的に見るとね、それほど高くもないし、駅そばらしい駅そばなんですけども、先日ご紹介したアジサイ茶屋、同じ系統なんですけどね、会社はね、ちょっと味がちょっとね、味というかね、趣向がちょっと違うみたいですね。でも値段的にでも見てもお手軽な感じですよね。でまた店内綺麗で、実はですね、私上野の方もね、何度か利用していましてね、意外と行けてるなっていうイメージがありまして、まあ、日本レストラン系とは思わなかったので、まあ、ただ資本はあるなとは思ってたので、ちょいちょいね、気にはかけていたんですけど、まあ、武蔵境の駅に、まあ、ちょっと今日行きたかった店がね閉まってたもんで、まあ、歩いてたら、まあ、駅の真ん前に あったんだなってことで入ってみたんですけど、まあ、やっぱり資本があるなっていう感じは受けますね。まあ、すごく綺麗ですね。で接客もすごく良くて、綺麗なお姉ちゃんが接客やってました。でですね、改札から0分、それで27席、平日は7時から22時とかね、で休みなしと。でかきそばは420円、まああれですね、平均的な数字ですよね。で先ほど言った通り、国鉄っていうかね、JR を一括で、やってる日本レストランエンタ系ですね。でちょっと麺なんですけどね、ここの麺ですね、かなり繊細な感じなんですよ。細くて、この前食べたアジサイだとかね、清流とかねありますけどね、ちょっと麺違うんですよね。一ランクか二ランク上の感じがして、そうですね、立ち食いそばではかなり、上位ランクと言っていいような味わいだと思いますね。まあ、決してね、日本レストランエンタ系が劣るわけではないなっていうのは、いろりあん喜楽を見る限りでは、味でも、勝負できるんだなっていうのを証明してる感じはしますね。まあ、ちょっと値段的にね、ややアジサイとかに比べは20円ばっかりね、この天ぷらね、少々値段は上がってはいるけれども、やっぱりでもそれをもうカバーする以上のものがあるかもしれないですね。で麺はね細めですね。はい、この麺細めなんですよね。で天ぷらはね、まあ揚げたてってわけじゃないですけどね、まあまあなかなか悪くはなかったですよ。こんな感じで、そうですね、野菜の量もそんなに、劣るわけではなくてね、かき揚げもなかなか良いという感じですね。さて、梅雨の方ですけども、やっぱりJR のね駅を制覇してるだけあって、やっぱりついは東京人の勘どころをやっぱ掴んだ味ですよね。めちゃくちゃ濃すぎず、まだ薄すぎずで、甘辛ですよね。これは本当に東京の人と東北人の人の、中間ぐらいの味わいなんでしょうけどね。こういうのはね、ちょっとね、関西行くとね、みんな首ひねっちゃうんですけどね、この味関西人って首ひねるんですよ。でもね、東京の人はね、この味がね、やっぱり、自分の第二のふるさとの味になってると思うんですよね。まあ、この辺の勘どころはやっぱりね、日本レストラン系って感じですよね。
では最後に、総評みたいな感じですけどね、店内見回すとね、女性が結構いいんですよ。女性の一人客ね、立ち食いそば屋さんだけど、まあ、座れるとこもあってまた綺麗だっていうことでね、本当になんと女性がいるというそういうお店でね、女性受けするお店なんですよね。やっぱそれだけ、まあ清潔綺麗にしているっていう部分もあって、都内よりもちょっと離れた駅この武蔵境っていう駅がやっぱり女性多いんですよ。とにかく、まあこんなこと言うとねびっくりするかもしれないですけど、東京都でもね、中央沿線っていうのはね、女性綺麗な人すごく多いんですよ。まあ私は通勤に使ってんですけどね、よく見るとね、本当東京でまあ一番本当綺麗な人が多い沿線だと思うんですよね、中央線って。で、まあこの武蔵野市は綺麗な奥様が多いんですけど、綺麗な奥様がですね、立ち食いそばというか、まあ、座ってるんですけどね、そこで一人で食べてるの姿見て、結構様になってんですよね。だから、まあ、意外と女性受けする上品な、面白い店なんですよね。うん。まあ、私の総評としては、この、日本でレストラン系では、まあ、上品な部類で、というかね、もう立ち食いそばの中じゃもう上品な部類で、で、なおかつ女性にも合う、まあ、口当たりのいいそばで、まあ、総評的に言うと女性に合う上品な立ち食いそば屋さんという位置づけだと思います。うん。結構いい評価になっちゃいましたね。うん。まあでも結構いい評価与えていいお店だと思います。以上です。